MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。なかなかね、走行動画がちょっと撮れていないので、サーキットに行く時間がないんですけれども、近所の公園にやってきまして、で先日あのユニバーサルにね交換しましたこの TT02 トラックタイプですけれども、動作確認せめてそれぐらいやっとこうかなと思って公園に持ってきました。で、まあ、あの基礎練もね大事だという、うん、あのそういう動画も他の方のところで拝見させていただきまして、やっぱりね普段プロポを全然握ってないというのもいかんので、ちょっとあの今回簡単ですけれども8の字を、おお8の字キングみたいですねちょっとあのそういう感じで、近所の公園なんですけれども、ちゃっちゃっと遊んで、ついでに練習という感じでやっていきたいと思います。そんなわけで公園で走らそうと思ったんですけれども、できなかったというかね、ちょっと問題があったんで、これ、家で、今チェックしてる状態なんですけども、これね、フロントタイヤは、これ中固めてあるので、こう、同じ方向に回るんですよ。で、力を入れるっていうかね、反対側持つとこう、回すことはできるというね、ロックはしていないので、こういう状態。これは混んでいいんですよ。で、後ろはボールデフなんで、スルスルっと回ってくれないと困るのに、これなかなかね、ちょっとこう、スッといかないんですよね。これスッといかないんですよ。これね、ちょっとナット緩めたから今これ回るんですけど、さっきね、全然回らなかったんですよ。ちょっときつかったみたいで。あと、これ、ほら、わかります？シャフトが足りないんですよ。ナットがちゃんとかからない状態なんですね。で、これ、なんでかなと思って確認したら、このユニバーサル作ったのが、ラリーの、シャーシを作るために使うユニバーサルのなんかセットだったみたいで、こうシャフトが短いタイプなんですね。で、そうじゃなくて、トラックでやる場合はもう少し長いタイプのものを使った方が良かったというふうに聞きました。ただ、これをそのまま使うんであれば、ナットオセレーションタイプのものにしてギュッと締め付ければ大丈夫。まあ、ホイールが割れやすいタイプとのこともあるので、まあ、ぶつけないようにねという話はあったんですけれども、まあ、とりあえずまあそれでいけるのかなというのと、ちょっとこのノーマルの樹脂のこれがね、ハブがちょっときつくなってるのかなと思ったので、家にあったこの六角のアルミのタイプ、これ 5mm だと思うんですけど、これを使っていきたいと思います。幅がどうなるかっていうのはちょっと分かってないんですけど、とりあえずね、こうあったやつを、で場合によっては 4mm とか、6mm とか、いろいろありますんで、それをまあ購入して使えばいいんですけど、まずありものでやってみたらどうなるか。これちょっと固定してみました。ちゃんとこう回るのは回るんですけどね。でこれにタイヤをはめてみると、どうなるか。結構、軸が出てきましたね。っていうことは、5mm のハブを使うと、トレッドがちょっと狭くなる感じですね。これどうするかってところなんですけどね。これだとちゃんと軸が出てきますので、セレーション使わなくても大丈夫ですね。こんだけいければ、ロックナット噛んでますんで。ただ、今言いましたけれど、トレッドがおそらく1ミリ、もしくは2ミリぐらい、狭くなっちゃうんですね。これはどうしたもんだかっていうところなので、まあ、今後の課題というか、チェック項目としていきたいと思います。で、当然、こっちも、これノーマルの樹脂。これ何かがきつかったんですよ。ベアリングがちゃんと入ってないのかな？そんなわけないと思うんですけど。で、軸を通して、軸は普通に入りますんでね。で、ロックナットで止めてあげます。ロックナットじゃないや。六角ハブを、このね、オプションのタイプのものに交換します。ここがね、きついと、ちゃんと走らないですからね。これが原因でおかしかったのかなーっていう気がちょっとしてきたりもしてるんですけど、でもまあ、そんなことないか。で、これちゃんと止まるんで、はい。これで止めてみますね。はい。この状態でボールデフがちゃんと回るかどうか。あ、回らないですよ、これね、ほら。回らないでしょ、ロックされるんですよね。
こ全然回らないでしょ。でもこっちを持って回すと回るんですよね。だからこっち側が何か渋くなってるんですよね。回らない何か、ここがやっぱりきついんですよ。これほら、このまんまじゃダメですよね。ひょっとしたらこの状態でこの間走っててなんかしっくりこなかったのかもしれないですね。ちょっとそれをこの後チェックして、で前側もこれに交換しておきます。はい、作業終了となりました。ちゃんと前もやっぱりちょっとねトレッドは狭くなったんですけど、その分軸のかかりは良くなったので、ひとまずこのロックナットのままで走行できるかなというところですね。もちろんあの万全を期すならもう今時はセレーションナットでガッチリ止めるっていうのがありかとは思いますけどね。で、これであとリア、ボールデフ、まあ、こっちはさっきも回っていたんですけど反対側も回るようになりました。まあ、一回外してあのベアリングを外してちょっとチェックしてみたんですけど、別に渋くなってなくて、でもう一回丁寧にはめ直したらちゃんと回ったので、ちょっとゴミが噛むかなんかしてたんじゃないですかね。うん、あのそれで動きが渋くなっていただけのようです。まあ、これでちゃんとリアのボールデフも回って、タイヤもきっちりと止めることができましたので、これで走らせる状態になりました。さあ、それではですね、間隔狭いですけど画面の都合上近くに寄せとかないと入りきらない。ちゃんと動いてますね。ただやっぱりあの打角量が足りないっていうことかな。あの結局まだカットしてないんですよね、ストッパーを。ですのでどうしてもこう小さく回るかっていうと、そこまではまだいけてないんですよね。だから次の課題としてはやっぱり打角量を増やしていきたいというのはあるんですけれども、まあ、それはそれで今あのユニバーサルをつけた状態で、ちゃんと動いてるっていうのは確認しましたね。あとこう8の字8の字をきれいに回ることができるか、ね、ゆっくりでいいからきっちり8の字を回るというね。でまあ、あのガガハシさんが動画で解説されていたあれだと思いますけれども、確かにこうゆっくり回るってねなかなか普段あんまやらないですよね。早く走るためにサーキットでガンガン握ってボコボコひっくり返してガンガンぶつけて転がして壊して直してみたいなことはよくあるんですけど、こういうこう地味な練習というのはあんまりやってないですね。だからもう、ね、むしろサーキットに行く時間がない時こそこういう家の前とかちょっと駐車場とかなんかこう使えるところがあったらね、まあ、ここみたいにこう近所の公園で、遠く離れたところにちょっと子供さんの姿も見えているかもしれませんけれども、うん、まあ、あの邪魔にならないようにね気をつけて楽しめて行けばいいのかなというところですね。はい、まあこればっかりずっと流していても眠たくなってくるのでこの辺にしますけれども、やっぱ第一段階として動作確認ができましたので次の工程に入りたいと思います。